ヘアアレンジ配信、ヘアアレンジ配信したいと思います。その前に、あ、書くね。待って、ヘアアレンジ配信とか言いながらさ、私ゴム持ってない、どうしよう。ゴム持ってない、ちょっと待って、ゴム持ってくるの忘れちゃいました。おお、え、どうなってんのこれ。え、ちょっと、なんかさ、画面めっちゃ大きくない？え、ちょっと待って。ん？え、どういう？ちょっと待って。これでいっか。戻ったよね。多分戻った。OK。ゴム持ってきた。一応。ちょっと待って。まず。復活したよ。まずはこの前髪をなんとかしたいので、うん、よし、前髪を、まずは前髪から戻ってきました。前髪をね、戻そうと思います。もうこれでも戻ったけど、戻ったわ普通に。前髪、はい、髪何にしますか。ゴムちょっと持ってきたけど、2個だっけ、あとなんかゴムあったら、うん、できるかもしれないけど、あ、ゴム一応あるわ。何する、髪何する。え、これ意外とちっちゃいゴムもあったりして、髪めっちゃ伸びた。そう、伸びた。え、巻き巻きちゃんにするか、巻き巻きちゃんにするか、何しようかな。ポニーテールのちょっと巻くにするか。まあできる数が限られてるのでね。でも巻き巻きちゃんだったらコテ持ってきてないや。レアなのがいいな。うんーねー、ツインの玉ねぎちゃん自分でできるかな。ゴムがあれば、あ、ゴムが意外とありそうな気もする。この間の撮影終わりのゴムが自分でほどいたから、前回の撮影はちっちゃいゴムが結構割といっぱいあったりするから、できそう。
何する？よし、開いた。とりあえず髪を軽くくねる。くねる。ヤッホーです。とりあえず前回の撮影の時のゴムが、ちびゴムちゃんが結構あるので、ハーフアップは今日はしないかな。とりあえずちょっとやっていきたいと思います。よし、よし。ね、ハーフアップみんな好き？私ハーフアップさ好きやけど、撮影で一回ハーフアップした時失敗したから、なんかね、前回のアーシャの時になんか巻きたいですって言ったら、なんかアーシャは、巻くっていうか、そうそう、なんかそうしたいって言ったら、なんかアーシャはあんまりなんかきっちりした方がいいみたいな言われてできなかったんですよ。そう、まああと入ってあれだったっていうのもあるけど、間もなかったのもあるけどね。え、ツインのさ、ツインできるかわかんないけど、自分でツインができるかって言われたらわかんないけど、できたらツインの玉ねぎ今からしようかな。これ巻く必要もあんまりないかもだけど、高めのツインはできないよ。高めのツイン需要ないでしょ。需要ある？やっぱコテを持ってくるべきでしたね。コテ持ってくればよかった。一回だけやってみてって、需要しかないよね。嘘だ、私にはない。髪伸びたよね、めっちゃ。私もそう思う。待って、適当すぎてやばいね。あー、でもそもそもこれこうやってやるもんなのか分からんけど、高めのツインが一番需要あるでしょって。でもさ、それはさ、コンサートの時でしょ。普通の時はさ、普通の時でも高めのツインしてほしいって思う？そんな髪長かったけど、長いんですよね私。めっちゃ長いよね、髪長い。まあ、とりあえずこの辺で上がって、あ、そうね。えい。お？よし。まあ後ろは見えんから、ちょうど半分じゃなくても。大丈夫だよね、配信では。めっちゃそう伸びた髪、結構半分いけてる。大丈夫か、
で横毛はこれかな、横毛さん、横毛さんを収集して、こっちもめっちゃ伸びてる、よし。こっちのね横毛がね、私は迷子なんですよ、割といつも大変、こっちの横毛探すのが大変。これか、ね、あ、待って、2つに分けたのね、よしよし、とりあえず2つにすればみんないいんですよね。似合うかな、今日似合うかな、二つが似合う日だといいね。お、これどれぐらいの高さでするもんなんですか。なんか好き、何なんか好きって急に告白された、どうしよう、こんぐらい、これ一回寄せていい、一回寄せるね、好きですか？好き？こんな、こうかな。よっしゃ。こんなんでこっちも結びますよ。よし。結ぶぞ。よし。いいね。こんぐらいか。高くてもいいけどなって。嘘だ。持っていかれちゃったか、うん、ギリギリ残ってらっしゃった。はい、こんな感じで、はい、これお団子で、お団子をするのも良かったかもね。まあとりあえずさ、時間の許す限りアレンジするとか言いながら、もうあんまり時間ないんだね、あんまり時間ないんですね。とりあえずよし、今日はスクショめっちゃたまりそう。本当？本当？じゃあ止めてください。これでここをよいしょして、
ぱ自分でやると難しいね。サイドポニー、サイドポニーは結構やったことあるかも。こっからこんにちはってして、クルリンパで いっぱい貯めようって、やったぜ。よし、でこっからこの間メイクさんにやってもらった髪型再現してる自分で。こんな感じじゃなかった？なんか自分でやるとできないもんですね。自分でやるのって難しいね。自分でやるの難しい。あと12分、ありがとう。とりあえずこっちもやっちゃおう。こんぐらいかな、こんぐらい。よし、ここさ先にくるくるして、ここもみあげ出したいよ。くるっして、ここから今何時？ 49 か。大丈夫かな、時間間に合うかな。こんぐらいか。こんなもんか。真顔なスクショダメだよ。可愛い画面をスクショしなきゃ。待って、すっごい、でもこれここが膨らんでるね。こうやって出すんですよ。はっ、はっ、ね、何これ、ちょっとまあいっか。これをシュ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 ってして、最後がはにゃ。でもこれこうしとけば可愛くない？果たしてできてるのか。できてるんですけど、あの分量が何ですかね。こんなんだった？この間何だったかな。なんかもうちょっとキュッてしてた気がする。ここ結びたいな。結んじゃえばいいのか。
こは結ぶ、抑えるために。お、いっちゃない？どうですか？前髪はどうしたらいいんやろ。待って、ここのね、前髪じゃなくて、もみあげを私は出したいわけですよ。三宅さん出ておいでって言って、もみあげを巻くと。でもあんま見えんねん、この配信じゃ。これヘアアレンジ配信時間足りないわ。まあでもこんな感じかな。どうですか？どうですか？結構時間かかる。そうよ、かかるよ、かかるんよ。割と良さそう。可愛いですか？本当？嬉しい。ふんふんふん。これにさ、カチューシャ合わんかな。一応カチューシャ持ってきたんです。けど合わないかな。辞書つけてみる。じゃあ、どう、これでいいんじゃない。もうちょい下って言われたから下に行った。似合ってますか？可愛い？本当？あざとくて何が悪いの？これは玉ねぎちゃんのくるりんぱです。こんな感じ。ここはちょっと余分に結んでます。抑えるために。くるりんぱ、あの玉ねぎのアレンジです。アイドルって感じだね、この髪型。じゃあランキングを見たいと思います。はーい、13位ごっちゃん、ありがとう。
和田さんありがとう。10位ふわふわさんありがとう。10位ピンクカメオさんありがとう。9位読めないカムサムニだ。ラチーコウちゃんありがとう。7位ショートさんありがとう。6位ヒデトさんありがとう。5位スヌポンさんありがとう。4位カメムシ兄さんありがとう。3位ドマさんありがとう。2位ワサッピさんありがとう。そして1位はカズニさんでした。ありがとう。アイドル風の玉ねぎちゃんくるりんぱにしました。にリボンをお気に入りのリボン風お気に入りのこれリボンだよね。ちょっとお気に入りのカチューシャをつけてありがとうございました。皆さんあと2分ある。ちょっと待ってもうやばいことしてしまった気がする。わーん、お気に入りのカチューシャが、お気に入りのカチューシャちょっとちぎってしまった。よし、もう一回つける。お、はい、皆さんツイッター載せといてください。可愛く撮れた写真だけね。ありがとう、みんな見てくれて。それではじゃんけんしましょう。せーの、ソラのじゃんけん、じゃんけんチョキ、チョキでーす。チョキ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 でーす。はーい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。次の配信は4時40分から5時10分早口言葉です。早口言葉皆さんなんか送ってください。はい、あと5時間だって終了。終了まで皆さん一緒に駆け抜けましょう。頑張りましょう。楽しみましょう。それでは皆さんバイバーイ。